一般財団法人キープライツ代表理事の馬渡です。この間5月15日に芸術家が語るビジネス論講座ということで第1回目一般企業とはということについてお話をさせていただきました。ご来場の皆さんありがとうございました。まあ、内容につきましてちょっと簡単にご説明しますね。まあ、経営学について話をさせていただきましたが、まあ、経済実践経営学ということで、まあ、あの勉強と実践が大事だということで経営学というのは総合科学である、インタラクティブな関係が重要ということで、まあ、ドイツとアメリカと日本の発展プロセスについて話をさせていただきました。歴史すごく大事なことですが、第二次産業、鉄鋼の量産技術、電気と科学の発明などですね、工業化を成し遂げたドイツとアメリカでほぼ同時期に生まれたのが経済学の歴史なんです。そこでドイツはビスマルクによる富国強兵、要するに軍事力、そういったものの政策の元で上からの工業化が進められた経営経済学、このお話、金儲け論というものなんですけれど、まあ、これがまあ有名な費用曲線というものがあるんですね。限界費用曲線というものがあって、平均費用曲線というものがあって、この設定において価格設定をするというような曲線を説明させていただいたり、あとアメリカにおきましては移民労働者を採用しながら生産性向上をいかに実現するかという管理の問題を重要視しているアメリカだったりします。管理の科学ということで、人間関係の改善のために管理をしっかりする、計画実行統制というところでのアメリカの経済学経営学です。日本はどうでしょうということで、改善活動、まさしく世界の学問というか輸入学問としての性格を強く持つものではありますが、日本の企業風土に根付かされたものなんです。皆様すごくね、戦国武将だとか好きな武将様がいると思いますが、武将のマナーだったり考え方だったり礼儀だったり言葉遣いだったり、そういったものがすごく重要視されるのが日本の企業だったりするんですね。それと、アメリカやドイツなどの輸入学問としての創造的吸収によって競争力を進化させてきたという話をさせていただきました。まあ、現在でもですね、公害問題や有害食品もあったりしますし、過労死などもありますが、まあ、日本は負の側面に向かいつつ独自の発展を遂げてきた経済学で批判的経済学だという話もさせていただきました。まあ、日本もストッパーが多いようなところの不動だったりもしますが、におきましてもグローバル化もありつつ、企業の社会的責任や企業論理をめぐる議論が世界的に大きな注目を集めている、まあ、ざっとですがですね、こういったような話を90分間させていただきました。2回目は、21日にマーケティングについて話をさせていただきます。本当、マッコーショップでですね、まあ、一般財団というところで、営利主義ではないんですが、非営利団体ではあるんですが、非営利団体として営利、目指す方々、そしてあの学生の方々とか、いろんな方々により良い社会を作っていただきたいなということで講義を開いております。ぜひこの芸術家が語るビジネス講座、お越しいただければと思います。一般財団法人キープライツ代表理事の馬渡でした。それでは失礼します。